必ず行かなければいけないというわけではないんですけど、僕は学校に行った方がいいと思ってる派です。なぜなら友達が作れるから。中学で不登校になっただけで、こいつは社会の中で生きていけないんだなって思っちゃう親に僕問題がある気がするんだね。こんばんは、しょうようなしです。最近しんどくて学校に行けてません。僕は行かなくてもいいと思ってます。それなりに塾とかやってるので、ひろゆきさん行った方がいいと思いますか？かっこ親の金ではない。必ず行かなければいけないというわけではないんですけど、僕は学校に行った方がいいと思ってる派です。なぜなら友達が作れるから。なので、友達作らなくてもいいやとか、なんだろうな、例えばね、自分が金持ちだったりすると人は寄ってくるんですよ。親が金持ちかね。ただでもそれで寄ってくる人って友達ではないんですよ。もうまだ中学生、もうそろそろ高校生になる沖縄に住んでる子供で、なんか困った時に助けてくれないやつは友達じゃねえんだって言って、なんかクラウドファンディングにお金をくれなかったみたいなことで文句言う人っていうのがいるんですけど、まあ結局ああいう人が寄ってきちゃうんですよね。友達ってその金がどうこうで作れるものではなくて、要はその大人になると金で寄ってくるやつと金の関係でつながるコミュニケーションっていうのばっかりになるんですよね。で、逆にその金とか関係ないよね、面白いから一緒にいますっていう人たちって、多分高校ぐらいまでじゃないと作れないんですよね。まあ厳密に言うと大学でも作れないわけではないですけど、大学まで行っちゃうとある程度そのそれなりの偏差値、同じような偏差値の人たちとか、同じような経済力の人たちが集まっちゃうので、なので、その、純粋にその、こいつ面白いよね、全然出自とか興味とか違うけどっていうのは、公立の小中高とかに行かないと多分手に入らないですよね。やっぱ私立に行っちゃうともうカテゴリーがある程度決まっちゃうので、私立に行っちゃうとこは金持ちの人しか周りにいないみたいな。まあ、その、別に学校行かなくても同い年の友達っていうのはいるよねっていう人もいるんですけど、まあ、稀有なんですよね。一人二人はできるんですけど、学校に行くと、例えば同じ学年の人80人、2クラス80人とかで行ったりすると、その80人の中で自分と気の合う数人っていうのを選んだりするんですよ。でもそうじゃなくて、学校行ってなくて同い年の友達がいますっていう人って、たまたま出会った同い年の友達と仲良くしていますというだけで、お互いに選んだわけではないんですよね。要はその飛行機で墜落して無人島に行ってたまたま二人っきりになりました、でめちゃくちゃ仲いいですっていう、その二人って無人島でたまたま一緒だからめちゃくちゃ仲いいだけで、実際本当に相性がいいのかとかってまた違う話じゃないですか。なので普通に街に戻ると結構別に仲良くないみたいな、そんな感じになっちゃったりすることなんですけど、なのでその多くの人の中から友達を選択する、相性のいい人と一緒に仲良くするっていう経験って若いうちしかできないので、僕は小学校はリアルに通った方がいいんじゃないかなと思いますけど。なので基本的には僕は通信制もあんまりお勧めはしないんですけど、まあただその病気であるとか、体が動かないとか、いじめですとかであれば通信制でもどこも行けばいいんじゃないのっていうのになりますけど、まあそうじゃないのであれば、なるべくリアルで会うところに行った方がいいんじゃないかなと思います。娘が中学3年生で不登校です。いじめはないのですが、登校がプレッシャーでなかなか学校に行けません。幸い娘の人生が終わるまで生活できるだけの資産を残せます。このまま自発的に登校するのを待つと中卒になりそうですが、何か良い趣味や動機づけの方はありますでしょうか。考えているのは通信制海外高校なので、さっさと通信制に行かせてください。外国の言葉が喋れるんだったらいいと思いますけど、言葉が喋れない国にいきなり入れてもかなりきついと思うので、N 中っていう通信制の中学があって、その後 N 校っていう通信制のここもあるので、そこら辺入れればいいんじゃないかなと思います。で、そのたかが中学が不登校ぐらいで、娘の人生が終わるまで生活できるだけの資産を残せますとか、そのなんか中学で不登校になっただけで、こいつは社会の中で生きていけないんだなって思っちゃう親に僕問題がある気がするんだよね。6100円払っていただいて相談されて何なんですけど、娘さんとしては、あ、私も人生積んだんだみたいなので、余計重く感じちゃってると思うんですよね。多分知らんけどね。別になんか不登校ぐらいあるでしょっていうだけで、じゃあ別の学校行ったらとか、通信制行ったらとか、もっと軽く考えるべきことだと思うので、多分そこら辺がなんか本当にひどいことをしてしまったんだ、でも頑張んなきゃいけないんだ、でも辛いんだみたいなので、余計ドツボにはまってる気がするので、なのでなんか親戚の家に預けるとかでもいいんじゃないですか。高2です。明日学校に行くのが辛いです。どういう心持ちで行けばいいですか？遅刻すればいいんじゃないですか？なんで行くのが辛いのかがわからないので、僕は学校好きな子供だったので、学校に行きたくないと思ったことがないんですよね。学校行くと友達いるから楽しいじゃないですか。
ただ朝起きるのがめんどくさいので遅刻はするし、扱いの時はめんどくせえなと思うんですけど、基本的に行くと友達がいるから楽しいっていうのだと思うので、まあそれで行くと友達がいないからつまんないのかな。なので友達を作ればいいんじゃないですかね。で、あのね、友達どうやって作ればいいかわからんみたいな人がいるんですけど、友達はてなってコメントなんですけど、友達がいない人って必ず学校にいるんですよ。なので、友達がいなそうなやつに、お前友達いないっしょって話しかけてみてください。今年高校進学した娘が入学時から欠席してしまいました。不登校歴は小4ぐらいからです。趣味はイラストです。親としては最低高校は卒業してほしいんですが、半年ぐらい様子を見て登校しないようなら、通信制に転校するなり、公認試験を受けさせるなりと方向転換を考えるつもりですが、何かしらイラストの仕事などをするにしても、高校は卒業または卒業担当の資格使用した方がベタですよね。なんで学校に行きたくないかはっきり答えてくれず、理由がよくわかりません。まあ、高校に行った方がベタはベタなんですけど、娘さんがそれがベターだと思っていないというのがまず問題で、で、あのイラストで食いたいって言ってるわけでもないんじゃないかなと思うんですよね。趣味がイラストなだけで、僕あのゲーム趣味ですけど、プロゲーマーになりたいと思ったことは一度もないんですよ。でも多分親がじゃああんだけゲームやってんだから、じゃあプロゲーマーになるって聞かれても、いやいやいやって話だと思うので、なのであのちゃんと会話をするようにしてください。はっきり答えてくれずっていうのって、結局その小4の時から娘さんにちゃんと向き合ってこなかったんじゃないかなと思うんですよね。で、じゃあ学校に行ってないんだったら家で何してるのかっていうのをもうちょっと見た方がいいと思うんですよ。で、本当にじゃあ家にいる間16時間絵描いてるんだったら、それはそれでイラスト好きだと思うんですよ。毎日16時間イラスト描いてますっていうんだったら、どういうイラストを描いてますとか、で、じゃあ学校に行っても別にイラスト上手くなるわけじゃないから、調べてこういう風に描くとイラストって上手くなるらしいよとか、色つけるにしてもそのなんか絵の具がいいのとか、マジックがいいのとか、油絵がいいのとか、いろいろあるじゃないですか。CG がいいのとか。っていうので、今度色つけてみようぜ。何で色つけるとかっていうので、子供のやりたいことでいろいろ教えてって、CG やりたいんだったらちゃんとしたパソコン必要だよねって買ってあげて、ペンタブレット欲しいって言った時に、ただいいペンタブレット買う金はねえから、これでワコムでやれみたいなの言って、じゃあイラストで仕事ができるようにして、イラストで金稼げるようになろうぜみたいなので食えるようにするみたいな形で、もうちょっと娘さんが何をしてるかっていうのをちゃんと調べるようにした方がいいんじゃないかなと思います。中1の息子が不登校です。最近焦りを感じてきました。オンラインの中学校へ通わせながら学校と連携を取っていますが、息子はこの生活に甘んじており、学校に行く気が全くありません。不登校でも大学に行けるのですね、親として何をすればいいでしょうか。ちなみに息子は1日ほぼゲームをしています。YouTube 演習などもしていますが、ほぼオンラインゲームしています。悩んでます。アドバイスお願いします。大学に行きたいのかどうかと、将来何したいのかどうかっていうので、ゲームが好きだったらゲーム会社とか入って稼げるようになった方がいいんじゃないのっていうのと、あとお金が大事だよねっていうのはちゃんと伝えた方がいいと思います。ゲームやるためにはお金いるから、小遣いとかを毎月減らしていきますと。で、減らした中で暮らせるんだったら、あ、こいつ金なくてもいけるなってことなので、それはそれでいいと思うんですけど、じゃあ、お小遣いを上げてほしいとか、お小遣い必要であるっていうのであれば、次の模試を受けてくださいと。で、模試を受けて何年以上取るんだったら良いよと。で、模試を受けて何年以上取れないんだったら、はい、お小遣い減りますっていう形にすると、じゃあ、お小遣いもらうために勉強するっていう形になったりするので、なので、そのお金を稼いだ方がいいよねとか、テストでいい点数を取るために勉強した方がいいよねっていう構造を作った方がいいんじゃないかなと思います。要は勉強しろって言われても、やりたくもない勉強をしてもメリットがないからやらないでゲームの方が楽しいじゃないですか。なので、点数を取ると、お小遣いが増えるとか、好きなゲームが買えるとか、ちゃんとあの、分かりやすいメリットを目の前にぶら下げた方がいいんじゃないかなと思いますけど。不登校の子供のことで悩んでます。15歳娘、14歳息子です。勉強はしたらとは言ってますが、今日は気分が乗らない日ばかりです。年齢的に自分の周囲には中卒、高卒でも頑張ってる人がいるので、もうほっといてもいいですかね。塾にも行かせたりしましたけどね。勉強をすることの意味が多分分かってないんだと思うんですよね。勉強したらって言って何のために勉強するのかどうかとか、面白くない勉強をなんでやらなきゃいけないのとかが多分理解できてないんですよね。勉強ってものによっては結構面白かったりするんですよ。生物好きな人だったら動物の動画とかって見せると、あ、面白い動物とか、でもそれもある種勉強なんですよ。なので、その勉強するべきであるって言って面白くないことをやらせるっていうのって、やっぱり気分乗らない、当然なんですよ。だって面白くないんだもん。ポケモンでもいいと思うんですよ。ポケモンやりたいんだったら、じゃあポケモンやればと。その代わりポケモンに出てくる200何十種類の150種類ぐらいまでは覚えろと。で、じゃあ1ヶ月後に抜き打ちテストをします。ポケモンどれぐらい覚えてるかテストみたいなのやると、結構ちゃんとポケモン覚えたりすると思うんですよ。っていうのがあるので、物を覚えるっていう習慣をつけるっていうので、興味があることをやらせて物を覚えるっていう習慣をつけるっていうのをまず
先にやった方がいいんじゃないかなと思いますけど、娘の子供が中学校から不登校になり、高校は不登校生だった生徒が通える高校を妹が付き添い卒業できましたが、今23歳になるんですが、未だ働けてません。やっと一人で近くの郵便局コンビニに行けるようになりました。これからのことが心配してます。家出ないでできる仕事するんじゃないですか？なんか絵描いてとか、似顔絵描いてツイッターでアップしてとかでもいいし、で、最近面白いなと思ってるアフリカ人の仕事があるんですけど、アフリカのその、どっかの部族っぽい人たちが、何々さんおめでとうっていうのを黒板に書いて、アフリカ人何人かがめっちゃ褒めてくれるっていう動画があるんですよね。あれ僕結構賢いなと思ってて、あんな感じので、じゃああなたのイラスト描きますとか似顔絵描きますとか、っていうのですげえ頑張ってあなたのために何かしますよっていうサービスみたいなのを家でやるみたいにすると、世界のサプライズ動画、そうですね。はい、そんな感じのをやればいいんじゃないかなと思うので、家でも人の役に立つことをやるっていうので、人に役に立つことやってるとお金って後からついてくるんですよね。最初は無料でやってて面白いよねとかありがとうっていうので、でそのうちありがとうっていう人が増えてきて、じゃあお金取りますって言うとお金がもらえるみたいな。レンタル何もしない人さんっていう人が国分寺からの移動の料金さえくれれば何もしないけど一緒にいますよみたいなことをサービスでやってたんですけど、最近お金払ってでも呼びたいみたいな人がいてお金もらえるようになって職業レンタル何もしない人になったりとか、プロおごられ屋さんっておごられてるだけでずっと飯食えてる人みたいなの見たりするので、最近なんかお金払わないとおごらせてくれないみたいな、プロおごられ屋さんにおごるためにはお金を払わなきゃいけないみたいななんか謎のシステムになったらしいんですけど、まあ、世の中ってそういうもんだったりするので、なので人に役に立つことをするっていうのをなんかいろいろ、まあ音楽作るでも歌う歌うでも試してみるといいんじゃないかなと思います。